っちゃ匂い、あのね、いい、1個家に1個し、部屋1個しか置いてないのにめっちゃあのいい匂いが漂ってますね。これ何の匂いなんやろ。甘い系、何かわかんない、パッケージ捨てちゃったから何の匂いかわからんいい匂い。普通にその辺のドラッグストアみたいなとこで買ったやつそうだからランの部屋いい匂いする。いやそう、いやなんかね、前にフランフラン行った時にあのめっちゃおしゃれななんか芳香剤部屋のやつ売ってて、なんか1個4000円とかしたんですよ。まあ匂ったらまあいい匂いやってめっちゃ買おうか迷ってんけど、いや部屋の匂いに4000円はちょっと高いわと思って、そうちょっとまだねランレベルはそれは買っちゃいけないなと思って、そうもっとこうもっとねこう大人なおしゃんな女性になったらまあちょっと買いたいなとか思って、まだやめとこうと思ってその辺のドラッグストアで300円とかそういうやつ買いました。ローラン、ハロー。300円安いかな、そんなもん、でもそんなもん3、400円のやつ高いよね。いやでもね、入れ物も可愛かったの、なんか花瓶みたいな細長いやつに入ってて、まあ見た目もおしゃれだしちゃんとすごい香りも良かったんですけど、ちょっとお高いなって思ってやめちゃいました。こんばんは、こんばんは。ララン。いやでもまあ、ランの密かな夢はフランフラン爆食い、あ間違えた食べちゃった、間違えた、日本語ミス、フランフラン爆買い食べちゃった、お腹すいて。そうフランフランのてか普通に部屋の家具もうフランフランで揃えたいってぐらいフランフラン爆買いしたいね。そうでもね、いつか一人暮らしする時のようにね、自分が好みの家具屋さんというか好みのインテリア売ってるお店はリサーチ済みなんですよね。もうね抑えてあるの買ってないけどねまだ。ラーラン、ハロー。みんなさ、家具どこで買ってる？ IKEA とかニトリとかかな。今ランの部屋はベッドは IKEA で布団とかも IKEA で、てかもう自分の部屋家具ベッドしかないからちょっともうあと何も紹介するもんないねんけど、マジでベッドしかないで。ランの部屋ベッドと服しかない。あでも今なんか簡易的な椅子とね机を置いてんねんけど、ニトリね、ニトリいいよね結局、わかる。 IKEA とニトリは裏切らないからねなんかさ、もうIKEA とニトリのその家具を紹介するためのさ、なんかちっちゃいなんかまあこの例えばソファーやったとしたらこのソファーを使ったまあレイアウトはこんな感じですみたいなさ、お部屋の一角みたいなの作ってるやんかお店の中に。あれめっちゃ好きやねんなIKEA とか特にさ、てかなんならこうちっちゃい部屋がつながってるみたいな感じやん IKEA のフロアがそもそもね。
テンション上がるよね、あれ。いろんな系統のお部屋があるからさ。無印って家具売ってんの？そう、いや無印ね、割と結構気になってんねんけど、あんま行ったことないねんな。無印、無印って家具もあるんだね。あくびちゃんでちゃう、こんばんは、こんばんは。無印の家具って小豆色そう。え？偏見かな。無印のそもそものこうロゴの色がさ、小豆色みたいな感じやん。ベッドとか小豆色そう。無印はパジャマも愛用してる。パジャマ生地めっちゃ良さそう、無印のパジャマ。そうなんや。無印パジャマ何でもあるね。だってさ、食べ物系も結構有名ですよね。結構なんかちょこちょこ無印のあの飲食系話題になってるもんね。え、文房具とか化粧品とかもありますよね。有能だね。いや今度無印行きたい。無印のいっちゃんでっかい無印行きたい。バーム、あ、無印のバームクーヘン有名なんですよね。なんそれ知らんくて、このついこの間知った。無印のバームクーヘン、食べたことない。ってか無印のうちさ、親も無印、ママも無印いかんからさ。あんま無印に親しみあんまないんだよね。そう、でもあのそら前にもね言ったことあんねんけどさ、その劇場にね、あのスキンケア用品置いてるんですけど、メンバーがメイクするためにね、無印の化粧水と乳液置いてんねんけど、あの無印のやつめっちゃ好きなんよ。ランで、あの今使ってるやつなくなったら次無印の買おうってこの間言っててんけど、今使ってるやつ乳液なくなっちゃって、そうもうさ、もう本当にカスカスでもうなくなっちゃったから、もうあの今な気がするねんな。今こそ無印に旅立つ時が来た気がする。だからちょっと無印行きたいな。そう、でもつなぎの化粧水買っちゃう前に早く行きたい。てかちょっとさ、ミスって切っちゃってさ、眉毛ここちょっとなくなっちゃってんの。もともとね、ラン、本当にね、ラン、もともとさ、あの眉頭めっちゃこの辺まで結構眉毛がっつり生えてるねんけど、眉毛のさこの真ん中から後ろら辺が急にね密度薄いんですよ。これもともと抜いてるとかじゃなくて、もともと眉毛の真ん中から後半がね、もともとそんな生えてないのよ。だからちょっと整えミスっちゃってさ、ちょっと切っちゃってんの、ここちょっとなくなっちゃった眉毛っていう。最近のやらかし。しかもな、前髪のさ分けがわこっち分けやからさ、こっちのさ眉毛出ちゃうねんな。だからちょっとミスったのバレちゃう。まあ、あんま気にしないでください。ハロー、ハロー。そう、最近眉毛下手くそやねんな。前ちょっと上手かったんけど、最近ちょっと眉毛下手くそブームやねんな。マジで顔のパーツの中で眉毛が一番難しいメイクするの。これ多分みんな言うと思うねんけどさ、女の子たち。鉢巻きで隠そうね。明日、じゃあ逆上がりの衣装をちょっと髪飾り鉢巻きにしていただきませんかね、じゃあ。足寒くないのって。うん、ちょっと寒い。そう、さっきお風呂上がって、お風呂上がった時はさ、ちょっと、さらっと履けるやつ履きたいからさ、この、どこの、これさ、これこんなズボン持ってる人多いんちゃん、これ。
これさ、どこのやつやっけ、ユニクロとかかな、自由とかわかんないけど、このあのテロテロの夏に最適のこのテロ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 ズボン、そう、ちょっとお風呂上がりでさっと一旦これ履いちゃったから、ちょっとそうだね、今一旦ちょっと寒い、今暖房あったまり待ち。なんで金髪にしたんですかって、なんかすごいストレートな質問だね。なんか一言で、なんでか、なんでだろうな。まあやるかやらないかで迷ってるなら一旦やってやるかっていう、まあ、こんななんか軽い気持ちで決めたわけじゃないんですけどね。まあいろいろ相談して、はい、まあそうだね、そんなあの誰かに影響されてとかではないです。ちゃんとそれなりの意思があってやりました。こんばんは、こんばんは。お屋敷は床暖房って、床暖房ないね。床暖房とかさ、床暖房ある家って意外と多いのかな。床暖房ってそう思った神やね。ない、うち実家もないし今もない、寒いっすだから。だからさ、あのこの間ね、あのこの間タクシー乗った時に、あのお尻熱すぎて、なんか熱すぎることもないんだけど、だからなんかたまにさ電車でもあるやん、電車もさ、あの冬の季節ってさ、あの座るとこ暖かくなってたりするやんか。じゃあ電車の場合は下かな、あの座席の下のとこからさ結構暖房暖かい風出てる時あるじゃないですか。あれちょっと強いなってなるときあるやん。この間タクシーがさ、お尻が初め、あ、めっちゃあったかいって思ってんけど、2、30分乗ってたから、最後の方なんか、あ、ちょっと熱いなって思って、お尻熱かったこの間。そう、まあ寒いよりはまあいいんだけど、お尻だけ異様に温まりました、この間タクシー乗ったとき。まあこんばんは。あとはね、あのなんかばあばの家の布団が、あの電気毛布なんですよね。最近ちょっと帰れてないから、そう、最近はねその布団ではあんま寝てないんですけど、ここ数年ばあばの家のね布団が電気毛布で、電気毛布ってあれ紙だよね。電気毛布ほどなんかこう幸せなものない気がする。いや、それはちょっと嘘ついてるけど、でもそんぐらいこの冬の季節のあの電気毛布のあれやばいよね。だってな、最近何が困ってるかって、もうさ自分の部屋寒すぎるから、もうエアコンかけんの寝られへんのね、さすがに。でエアコンかさかけて寝たらやっぱ喉が死んじゃうのよ。次の日休みとかやったらまあいいねんけど、一日喉死んでるぐらい、そいつさ声出したりするときやったらさ喉死んじゃうんだよね、乾燥して。そう、だからさって思うとさ、あの電気毛布とかやったらさ、エアコンつけんでもそれだけ、電気毛布だけでさ、あのいけるやん、しのげるやんって思ったら、電気毛布ってマジ神やなって思ってる。いや一応ね、あの何やったっけ、加湿器あるねんけどさ、なんかもうあの最近使ってなさすぎて。いや使えよって話やねんけどさ、最近使ってなさすぎてちょっとやばい。喉塗る、あ、そう、だから喉塗るぬれマスクがね欲しいんだよね。
でもないの今家に。やし、なんかあのやっぱマスクってやっぱちょっとね、あのやっぱしない、マスクせえへんよりかはやっぱするしちゃうとやっぱ若干ね、やっぱ肌はやっぱそマスク顔に何もつけへんで寝る方がね、やっぱ一番ベストやねんよ、やっぱ。だからね、いやマスクもいいんだけど、ちょっとなんかこの辺がね、マスクして寝たらちょっと擦れちゃう気がして。そうなんですよね。で結局何もつけずに寝て、でも暖房切ったら凍え死ぬから暖房つけて寝るねんけど、朝起きたらもう案の定喉死んでるんよね最近毎日。こんばんは、こんばんは。でも明日は公演やから、ちょっと今日どうしよう、加湿器久しぶりにちょっと使おうかな。もう最近本当に使ってなさすぎて、なんかカビとか生えてそうで怖い。いやカビは生えてないけど、でも手ぐらい使ってないよね最近。もうさ、あの自分の部屋から水をね入れに行くのがもうあのめんどくしゃすぎて。朝起きるとマスク消えてとかある。え、わかる。ランも一時期マスクして寝てたけど、うん、絶対ないもん基本。あとはあのナイトキャップ、あのさ髪の毛さあのハイトーンにしてからナイトキャップかぶって寝てるんですけど、髪傷まないようにね。にもう普通2回に1回朝起きた取れてるナイトキャップ。そうそう、シルクのやつね。だからほんまはこの枕カバーもシルクにしちゃえばいい話っぽいねんけど、まだちょっとね枕カバーのシルクは買ってないんだよね。うん、ポンちゃんが来た。あ、どうしたん。ポンが自分の手でランの若干空いてるランの部屋を自分の手でカリカリして部屋入ってきた。え、どうしたん、なに、かわいい、やってきた、うちの犬がやってきた。どうしたん。めっちゃ座ってねんけど。村の足舐めてる。なに、どうしたの。ポンちゃん、ちょっとここさ、ランのこのペンとかなんかいろいろ小物あるから、ちょっとほらほらガサガサしちゃうでしょ。配信のこのさ周りにさ、あのペンなりさ、このあのいっぱいねリップとかさ、目薬とか櫛とかいっぱい置いてんだよ。だからちょっとあのね、うん、歩きづらくない、今ここにあなたいるの。歯ブラシとかあるけど大丈夫。ピンちゃんどこ見てんの、怖い。なんか一点見つめんのやめて。これワンちゃんさ飼ってる人あるあるじゃない、猫ちゃんとかでもそうかな。なんか急にさ一点とか何もないとこ一点見つめたりしたらちょっとえーってなるくない、ちょっと怖いからやめてってなれへん。急に同じとこ見つめ出したりしたら。ポンちゃんが真下にいる、見える。あ、ランの足しか見えなかったわ、このダサズボンの。ちょっと後ろがごちゃごちゃしすぎててちょっと映せない、ポンちゃん。何、何を訴えてるその顔、かわいい。何、手でタッチしてくる。何か、え、ね、え、でもさワンちゃんとかってそういうの見えるんかな。あ、どうしたん。うん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 、なんか探検してるランの部屋。やっぱランの部屋めっちゃ好きやねんマジで。もうなんかちょっとでも空いてたらすぐランの部屋入るんですよね。ランの部屋いっぱい結構物ごちゃごちゃしてるからさ、あんま入ってほしくないねんけど、めっちゃすぐ入るんよね。うん、映せるかな、ちょっと後ろめっちゃ服あるからさ、ちょっと
ドアップやけど後ろ服置いてるから。あーかわいいポンチ。もうこれだけで絵持つけど、ちょっと代わりに写っといてくれへん、ポンちゃん、ランの代わりに。ポンちゃん、ヤッホーみんな、ポンちゃんです。今の神風はこのブルーのやつ、水色です。イエイイエイイエイ。タッチ、え、タッチは、これ線邪魔やな、ごめん。タッチタッチ、あれいつも後ろやん、なんでしてくれへんの。ねえ何見てんの、なんか見てる、ほらやばないこの、え、おいちょっと怖いからやめて、その一点見つめんの。あっちに何があるん、怖いからやめて。ほらこら、目でかいな。あ、マー君、こっちかわいいって言われてね、ありがとうって、ほら指ハートありがとう。あ、かわいいって言って、かわいいね。ポンちゃん上にリングライトあるから、ポンちゃん神々しいわ。めっちゃ映えてる。上に行こう。上にリングライト置いてるからさ。映えてるってポンちゃん今。何見てんの？ちょ、ランのこと見てよ。おい。ありがとう。目線ありがとう。かわいい。直角キュンです。ねえめっちゃ見てるよね、怖いから変えちゃおう。内カメになれへんねんけど。あ、内カメになった。ポンちゃんタイムでした。どうしたん？また見てる。何？カーテンにつけてるあのひらひらが気になるの？小林家のアイドル。いや間違いないよ。もう世間的には小林家のアイドルはランですけど、もう正直な小林家のアイドルはポンなんだよね。ランなんてアイドルなんて言えたもんじゃないよね。もう最近ね、もうポンちゃんもさ割と年だから、もうキャピキャピしてないよね。もうこう行動がね、年がいってるんだよね。全部まったりしてんの。もうで、ね、それもそれでもう可愛いんだけどね。昔は結構キャピキャピしてたんですけど、最近もうねお年も召して、あの全部の行動がねゆっくりなんですよね。だってさ今日もあのポンちゃんがまたカーテンのとこでこうやって寝てたから、おやつあげようと思って、あの今までも昔とかやったらもうランが近寄っただけですぐ起きてたし、ちょっとでも自分の周りに何かが近づいたらすぐ察知してパッてやってたのに、こんぐらいので割とデカめのさおやつを目の前に置いても全く気づかず寝てて、えっと思って。だからそのおやつでちょっと鼻チュンってやったらパッて気づいて食べててんけど。今ね13歳、小型犬だからよね、割ともう結構年なんだよね。ポンちゃん最近ずっと寝てますね、ローラン。まあでもちょっとランのファンの皆様には申し訳ないんですけど、ランのファンのあの一番目はポンちゃんなんですよね。これは紛れもない事実でして。実家でね、あの実家大阪にまだ住んでる時にリビングになんかちょっとデカめの鏡を置いてたんですよ。でそこの鏡でもランがもう毎日そこで踊ってたんですよ。でちょうどそこの鏡があって、ランがここで踊ってて、その鏡見てその後ろにソファーがあって、でソファーの上のところにポンがいつも座ってて、定位置があって、でそこのソファーからあのランを毎日眺めてて、割と至近距離で
結構手とか振り回してバンバン踊ってたんですけど、びくともせず毎日見てくれましてねそうで、あの二人公演ゆずかとやってた時も二人公演やからさ、ユニットソロなわけよ。で家であの練習してて、あのその時は虫バラと君は僕だやってる時やってんけど、あのそのソロの2曲をあの家で練習してたわけよ。夜ポンが一生懸命聴いてくれてた途中で無視されそうになったんですけど、ちょっとマジで聴いてって言って頼んだら聴いてくれた目の前で座って俺は一人で激しい雨の中とか言って、あのずっとこうやって見てくれました。はい、練習相手こんばんは、こんばんは。足寒いのちょっと靴下履きたい。これもやばい、全然あったまんないんだけど、部屋が珍しくドア開いてるからかな。お前のせいやろ、ポンちゃんがドア開けて入ってきたから暖房が広がんないわ。でも靴下取りに行くんやったらさ、このランドこのダサズボンをさらさないとあかんがちょっと嫌だな本当にもう季節感間違いすぎてるから、今のズボン。これ君は僕のそばにいるとわかる、みんなのように上手に生きられない、君は僕ら変なとこが似てる。うん、二人公演やりたいな。生誕終わったらやりたい。でも二人公演ってさ、チーム公演とか僕対できひん時にやるから、意外ともうチームか僕対できちゃうんだよね。だからもう二人公演がそもそもあんまやってないねんけど。ハラン、ハロー。そうね、あとはね、あの僕夏もやりたいね。まあ今冬真っ只中やからさ、ちょっとあれかもしれんけど、僕夏ってだってあれ実は千秋楽迎えてないからさ、いや僕夏めっちゃやりたいねんな。これはいやだって、いや正直現実的な問題でさ、まあそのパジャドラとか、まあ、修行中とかやり、あのこうねまた見たいとかいろいろ言ってもらえるんですけど、まあ現実問題やっぱもう千秋楽迎えちゃってるから、まあ、やるってなったらもう相当なことがない限りできないからさ、リアルにね。でもそう、僕のやつは千秋楽やってないから別にできるんよ。しかも8人でやってたから、そうもうそのデータもあるし8人バージョンのね。そうなんだよね、だから僕夏が一番ねやろうと思えばできるんだよね。いやちょっとね、僕隊もいいんですけど、僕夏もやりたい。ちょっと私そうで、この間聞いたんよね、なんかそう、なんかその僕夏ってあれどうなったのっていう話マネージャーさんとしてる時に、まあ今冬だからさみたいな言ってて、あえみたいなそこちゃんと忠実に言ってたんやって思って、えでも冬でもやってなかったっけと思ってそうだからちょっとまたあの機会がありましたらね、僕夏の方もここに出たい人いるんで、ぜひマネージャーさんスタッフさんぜひご検討よろしくお願いします
ーラン、ハロー。ココナッツ好きなんだよね。なんちゃん明日公演、明日公演です。2回公演、明日は2回公演だよ。逆上がりです。夜は田口真中生誕祭、楽しみです。こんばんは、こんばんは。式ごとにシャッフル公演があってもいいよね。え、確かに、確かにね、確かに。僕夏と、まあ、まあ、冬みたいな君と始まる冬公演とか、なんか適当に作ったけど、いやそれめっちゃいいね。春夏春冬変わりますみたいな、めっちゃいい。それ公園行きたいよって、うんってごめんね、ちょっとあのもうすぐ生誕だから、はい。星ありがとう。神と馬、このさ、これ結局何なの、この G GG とか何、ラムがせとり考えたらマジでちょっとあのラム向いてないと思う。せとり考えるの、あのマジで自分の好みの曲ばっかつなげちゃいそうで、多分あのメンバーに出たくないって言われる公演が出来上がっちゃう気がするんで、シュタリーはちょっとあのどなたかにお任せします。グッドゲーム、グッドゲームの略なの GG ゴキブリゴキブリみたいなかと思っちゃった、ごめんなさい。いや本当にマジでもうあのキュッパチ持ってない人はちょっと3日、本当にあのあんまちょっと投げちゃダメだよ。近いから生誕祭、あ、3日 A さんの生誕祭になったんですか。あ、なんか違ったよね、もともと。あれ3日って何曜日？え、ギリ平日？3日って。あ、変わったんだ。生誕祭になったんだね。あ、じゃあできなかったわけじゃないんだ。金曜、あ、じゃあ1回公演か。GG は楽しかったとかナイスゲームって意味だって。そうなん？初めて知った。ナイス、楽しいってこと？ GG って。嬉しい。暖房あげちゃおう、寒いから。ありがとう、ジージー。ジージー。違う、ジージーって言ってるみたいだね。なんか、ちょっと違う。なんか今、ジージーね。ジージー。神もありがとう。ゲーム用語？いやそれ知らないわけだ。こんばんは、こんばんは。すごい、
0.5 度上げただけでなんか一気に温風来てんけど、えそんな変わる？もともと 22.5 度にしてて23度に したら急に来た。ハロー、ハロー、ポンちゃんどこ行った？え、ちょっと閉めていいかな部屋。ちょっと部屋空いてるから温まらんねんな、絶対絶対的に。閉めた。ローラン、ハロー。でもちょっと空いてるから、あのまた自分が来たかったら借りてやってくると思う。あ、急にあったかくなった。すごいわ。そんな変わる？え、逆に 0.5 刻みじゃないの？うちの、え、でも別に新しいのかな、このエアコン。そんなこともないと思うんだけど。0.5 刻みです。まあ、まあ。ちゃんと服を着るのはいかがって着てますよ。上はね、下はあのだって服着替えるってなったらちょっとあっちってやらなあかんから、ちょっとめんどくさい。あ、一度刻みなの？え、めっちゃ 0.5 やで。ほらほら、点23点、ほら、ご刻み。これ何？え、でも多分パナソニックやで。やば、あったかい。あ、ハートしてんのに何も見えへんかと服で。かわいい、ありがとう。今日小枝のマックフルーリー食べたよ。おお、え、おいしない？マジマックフルーリー愛好家やからラン。あっちで吠えてるなんか。まあおやつをねだってるんでしょうね。あげませんけど、いつもあげるから。最近ポンちゃん昔に比べてちょっとね体重が増えてるんですよ。まあ今はね別にもうそんな現役でポンちゃんもなんかやってるわけじゃないから、体重別に少々重くてもいいんだけど、最近はね昔よりはご飯の量とか増えてるんで、はい、もうポンちゃんあれやで、もう今おやつもうさっきあげたよみたいな、さっきあげたのにマジでもらってないみたいな顔で訴えてくんね。いや、さっきあげたやろって言うね。鹿肉ないてか、そもそもラーも食べたことない。鹿肉、鹿のお肉ですか？ないね。ご飯食べてきました。いってらっしゃい。何食べるんやろ。いいな。うん、今はねめっじゃあ熱いコンポタ飲みたい。あのちゃんとトウモロコシ入ってるやつね。え、なんかランさ、え、子供ってさ、でも子供が好きな食べ物イコールさトウモロコシってぐらい、子供ってさ結構コンポタとか好きやん。けどマジで本当に子供の時ランさ、トウモロコシマジで好きじゃなかったんだよね。なんか子供が好きな食べ物大体好きじゃなかったんけど、なんか逆に大人になってからあのコンポタとかするんか、あのめっちゃ好きになった。そうだからこの間さ、ネモーステレビでさその三輪車のさ回やったやんか。三輪車の大会出たんですけどね、ネモーステの企画で。でその時に1泊2日やってんけど、1日目がもう本当に山奥で
撮影してロケしてたんですけど、山奥で本当に寒すぎてマイナス行ってたんじゃないってぐらいマジで寒くて、しかもその寒い中もう3時間4時間ぐらいぶっちゃだけ外でずっと撮ってたからさ、夜にもう本当に寒くて、なんか楽しいんよ撮影はね、その楽しいんだけど、なんかもうその楽しいを超えちゃうぐらい寒すぎてマジで死んでたんですよ。で一瞬ね、あの一瞬ちょっとカメラ止まってる時にあの自販機やったから、そのマネージャーさんがあの買ってきてくれて、みんなでコンパタ飲んでんけど、まあ、すぐ冷えてんけどね、まあ、外が寒すぎてすぐ冷えちゃってんけど、でも初めはあったかくて、幸せかと思いました。ここは楽園ってぐらい、もうね本当にあったかくて美味しかった。そうすごい結構山の方で、本当に割と山の方だったからもう寒くて本当に寒かった。もうずーっと口ガクガクしてたもん、寒すぎて。まあこんばんは。いやコンパタって美味しいよね。コンパタ好きです。一瞬の幸せ、そう本当にそう。でもマジですぐ寝、本当にすぐ寝るくなって、そうそう、その寒さを思い知ったよね、外の気温も。高校時代マックでコンポタ一杯でずっと寝ました。え、マックってコンポタあるっけ。あんまイメージないねんけど、マックのコンポタ。いや、やるよね。ランも中学生の時友達とテスト期間の時、マクドで2人で勉強みたいなしてたけど、本当にそうだよね。食べ終わってるけど粘って勉強してたね。え、マクドのコンポタほんまに知らんねんけど、見たことない。え、ほんと見たことないかも。今もある？いや、あるならめっちゃ飲んでみたいねんけど。あ、ないんだ今。あら、絶対美味しいやん、マクドのコンポタとか。今はコーンと枝豆。あー、あれがもともとコンポタやったんや。コンポタいいじゃん。なんでなくなったん、マクドさん。絶対売れるって。冬だけでもちょっと販売してくださいよ。まあこんばんは。すごく暑かった今日。マジ、大好物。本当にマジでもうね、沸騰してもうブクブクしてるぐらいのやつが好きなんですよ、マジで。本当にね、ほら、熱々が好きすぎて結構な確率でいつもやけどすんねんけど、そうマジで熱いの好きなんですよね。だからなんかもう味噌汁とか、なんか味噌汁に限らずお弁当とかも、なんか家でご飯食べる時とかも、そのお弁当持って帰ったりして家でお弁当食べる時もね、もう常に食べ始めから最後まで熱々で食べたいんですよ。もう多分猫舌の人考えられへんぐらいの温度でな、多分物食べると思うねんけど。初めはもうさ、熱々にレンチンしてで食べるやん。やっぱね、食べてたらさ、食べるのは割と遅いから、食べてる間にちょっとずつ冷めてくるんね。だって食べ終わるまで2、3回ぐらい追いレンチンするもん。そう、まあ家でしかやんないけどね、それあんまり。熱々が好き、本当に熱々が好きなんですよね。その熱って、いやでも熱いとももうなれへんねんけどな、もう熱すぎるぐらいが好きなんですよね。
でも季節は冬が好きやね。ここ要注意ね、みんな。そう、食べ物飲み物は熱々が好きやけど、でも季節は冬のが好きです。そうやから、なんか味噌汁とかも、もうなんかちょっとでもぬるくなってたらマジで嫌なんですよね。そう、本当にね、熱々が好き。だからもう何でもかんでも熱々にして食べちゃうから。でもその時はね、もうその熱々具合がめっちゃ好きやから美味しいと思うねんけど、なんかそのなんか次の日とか2日後とかに気づいたら、なんかあの唇の裏なんかあれなんかめっちゃ火傷してるみたいな。で考えてみる、あ、昨日めっちゃ熱いの食べたわみたいな、多分あれで火傷したんやなっていうのがね、結構でよくある。この間も口の裏めっちゃあのなんかもうめっちゃ火傷してた。神ありがとう、イエイ。鍋もグツグツ煮立ったまま食べる。え、うん、もうね、なんならずっと火つけときたいぐらい。上あごペロンと剥がれ、え、どういうこと？上あごってどこ？あ、ここ？あ、口の下のとこ？どこやろ。なんか下唇の裏がやけどする、大体。わらん、オイレンチいらんようにファミレスでは鉄板で出てくるよねって。あ、そういうあれなの。うん、でもあれが好きやねん、ココスの、ココスのあのデミグラスハンバーグ。いや違うな、あの違う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 、あの自分でジューって焼くやつがもう大好き、ちっちゃい時から。そう、でもあんまりココスたまにしか行かんから。でもココス行ったら絶対それ食べてた。そう、あのじゃあね、ホイル焼きじゃな、ホイルじゃなくて、あの鉄板置いててね、自分で焼くやつあるねんけど、何だっけ名前。うちあれのこと、あのね、ご料理のことジュージューって呼んでてんな。あ、歌手のジュージューさんじゃないよ、ジュージューって呼んでてん、そのやつのこと何だっけな、料理の正式名称忘れちゃった、何だっけ、忘れちゃったね。ステーキ？自分で焼くやつ。そうそう、でね、ラも途中で知ったんやけど、あ、ペレット懐かしい。それでそうだそう、あのね、ついてくる自分で焼く用のね、ちっちゃいあの石が、あの超熱い石があるねんけど、あの多分ペレットかな、それ交換できるんですよね、知らんくてずっと。でその熱いその石も時間経ったらやっぱちょっとずつ冷めてくるから、焼きがね弱くなっちゃうのよ。でも途中であれ無料で交換してくれること知ってさ、そっからさ得意気にさ、あのペレット交換してくださいとか言ってましたね。そう、あれ交換できるらしいよ、俺も知らんかって途中まで。そうだから、まあ熱々を保てて食べれるお料理は大好きですね。そうだから本当になんかそれこそ、まあ赤からとかもそうだけど、こう自分でもうここさ火つけれるやん、ずっと熱々で食べれるからね、チュキ。交換する人いるんだよ、はい、ここにいます。ハロー。いや、ココスいいな、あんまりいかん。え、なんかさ、え、ココスとさガストって個人的にはなんか二択みたいな感じやねん、イメージやねんけどさ、え、なガストの方がさ店舗数多い、もしかして日本に。ココスあんま見えへんねんな、なんかココスってあんまなくない？
なんかガストの方がよく見かける。でも個人的にココスはちっちゃい時にココスの方がたまにしか行かれへんっていうなんかイメージやったから、いまだにココスちょっと上がるねんけど。ガスト結構まあちょ結構あるよね。やっぱ少ないよなココス。でもココス好きやねんな。めっちゃココス行きたいねんけどどうしよう。もうココス食べたい。ココスといえばドラえもんのイメージ。ああそうそう、あのお子様プレートみたいなもんね。ドラえもんとドラミちゃんとかあるんですよねココス。ココス食べたい。やばい、お腹すいた。もうご飯の話してたらお腹すいちゃうねんけど、罠だわ本当に。よし、僕が連れて行ってあげよう。え、連れてって、ほんと連れてってよ。みんなでココス行こうや。ネモースの三人称のやつ見た。準優勝おめでとう。ああ、嬉しい。ありがとうございます。どうも、三人称がちょっとうまいランです。小林ランです。お腹すいちゃうね。みんな今何食べたい？ココスでファンミーティングやばい。一番いいかも。そんなおしゃれなレストランとかでちょっと緊張しちゃうから。でもココスでみんなでファンミーティングやばいね。え、なんかもうえ部活？部活の打ち上げ？こんばんは、こんばんは。想像してた三輪車と違った。あ、ね、そうそうそう、そうなんだよね。なんかほぼバイクだったよね、あれ。お寿司やばい、痛い、なんか頭当たった、もう。お寿司もいいね。あ、お寿司食べたい。回転寿司でいいから。ガスト全国2300店舗、ココス584。はあ、2倍、やっぱ2倍以上違うんや。ココス好きだからココスも食べたいな。この後ラーメン行くか迷ってる。うわ、悪いな、迷ってんの。それもう行くしかないやつじゃないの、そういうのって。そういう深夜の迷いってもうさ、行くしかなくない？選択肢とか言ってごめん。めっちゃ後押ししちゃったけど。夕飯何時に食べたのかなって。え、6時前とか。お腹空いちゃったよ。あのストーリー投げたやつ食べた。ストーリーにさ、あのなんかリンゴのやつあれ食べた。そう、え、マジで最近なんか革命起こってて自分の中で。え、なんかちょっと最近ちょっとね、なんか自分でご飯作っちゃおうっていう、あのなんかね、そういう気持ちなんですよ。そう、でもあのマジでそのわざわざ買い出し、そのうちの冷蔵庫あんま物入ってないからさ、そうそう、あんまりね物ないから、そのわざわざこうし、あの自炊するための食料買いに行ってはしてないから、ほんまに冷蔵庫にあるやつだけでやってるから、ちょっとそんな凝ったものできひんねんけど。え、そう、最近なんかちょっとね、え、本当に誰かにやれとか言われたわけじゃなくて、最近ちょっとね、ちょっとなんか、え、そう、ちょっと前降りてきた、なんかダイエットの神じゃないけど、なんか料理の神が最近ちょっと降りてきた。ちょっとやってみようかなみたいな気持ちになってきましたね。それし、やっぱなんかね、そう、今日も
そう、なんかちょっと YouTube で YouTube のショートでちょっとなんか流れてきたかなみたいな。でもいいねとか押してなかったから、もうそのなんかレシピとかも全然わからなかったんだけど、なんかとりあえずなんかこんな感じやったかなって思って、なんか適当にやってみたらあのストーリー投げたやつなんかちゃんとできて別に美味しかったんだよね。おおって思って料理ってあれだよね、やっぱこう出来上がったの見た時にやっぱちょっと嬉しくなるよね。そう、それが最近ちょっと嬉しくなっちゃって3日ぐらい何かしら作ってる最近。そうそう、やっぱこう気が向いた時にさ作っとけば1個ずつでもこう作れるもの増えていったらまあいいかなと思って。そうそう、まあね、料理はねできていいことしかないからね。だからえ、それあの本当にライスペーパーなんかね、えでも今さ今ライスペーパーそもそも流行ってるよね多分。えでもな、世の中がライスペーパー流行る前からライスペーパー結構愛用者やねんな。ママがライスペーパーでよくなんかそのえあのなんかエビとかあの胸肉とかエビアボカドとかそういうの巻いて、あのよくライスペーパーでママがちょこちょこ作ってくれてたんですよね。だからライスペーパー前から好きで、そうなんか昨日もそのママがよう作ってくれるライスペーパーのあの生春巻き作った、ママがついでママのも作ってって言ってきたから作りました。そうで、そう今うちにねそうライスペーパーがあるんだよちょうど。そうだからライスペーパーのもんばっか作ってる簡単やねあれ。水になんか本当にあのもともと売ってる状態のやつは丸いなんかあのえこれ食べ物って疑うレベルのなんか丸いなんかそうなんかねなんかようわからん神みたいな感じやねんけど、水つけて置いといてちょっとしたらあの本当にねあの変わるね語彙力なさすぎひんライスペーパーの説明するの。そうで簡単で具材とか入れて巻いたら、そうまあ焼いたりする場合はこうなんかさ今日ストーリー投げたやつはあれは焼いたから火通してたけど、そうなんだよね、あの生春巻きとかやったらもうそのライスペーパー水つけてそのライスペーパーが柔らかくなるまでにそう適当に具材ポンって入れて巻いたらもう完成やからさ、でソースつけて食べたらもう完成やから超簡単やねん本当に。なんか最近ライスペーパーハマってるこんばんは、こんばんは。あとねこの間あのめっちゃトッポギ食べたいと思っちゃって、韓国料理好きやからさ基本めっちゃトッポギ食べたいっていう気持ちになって、でちょっと調べてみて、なんか家でやるやつでどうにかトッポギできひんかなって思って、まずねお餅を発見して、多分正月のお雑煮の多分残ってる結構な数のお餅が残ってたんよ。だからなんかえお餅でちょっとできひんかなって思って調べたら、なんかねお餅でできるそのトッポギみたいなレシピ出てきて、えめっちゃこれいいやんって思って、でも作ること決めてからさ材料さ見たらさあのコチュジャンメインやったのにコチュジャン家なくて、ええー、みたいな、コチュジャンいつも家あったやんと思って、なんかなたまたまなくてさコチュジャンが、なんか豆板醤そのお餅をその切ってそのトッポギ風のソース作ったソースにで焼くみたいなやつやってんけど、なんかそのソースがねコチュジャンとその豆板醤とあとお酒とあと醤油とあと何やったっけな、なんかちょっと蜂蜜も入れてたかな、そんぐらいやったんけど、
なんかさ、あの酒もなくて、食用のお酒もなくてさ、えみたいな。でもなんかそこになんかお酒なくても大丈夫ですかみたいな質問してる人がおって、あ大丈夫ですって書いてたから、まあいいかと思って。えでもいやこっちじゃないのは致命的やろと思ってさ、味付けなんてこっちじゃんで決まるようなもんやん、韓国料理とかやったら。マジかと思って、こっちじゃないの痛いなって思って、も買いに行けばいいだけやねんけどさ、ちょっといやちょっとうちにあるもので作ろうの回やったから、いやこっちじゃないかと思って、で次はちょっとどうにかしてあのこっちじゃ再現できんかなと思って調べたら、なんか豆板醤とね一味唐辛子とあと砂糖となんか混ぜたらコチュジャンできるみたいな書いて、コチュジャン代用できますみたいな書いてて、ええー、と思って。でも結局砂糖もなんかなかったから、あのちょっと微妙やってんけど、まあでもねそれであのお餅、まああるやつでなんとか、まあベストな味ではないけど、まあ全然辛ければよかったんで個人的に辛いのが食べたかったから、そうそう、それでお餅切ってそのソースで焼いて食べた。え美味しかったよちゃんとでまあ当たり前ですけど、あのねなんか最近だからそのさ料理してたらやっぱ洗い物出ちゃうやん、結構ね。フライパンとか使ったら洗い物出るじゃないですか。洗い物までね最近ちゃんとやってんねんいや当たり前なんやけどさっていうね、この話を。なんか今日もあのいろいろだからそのライスペーパーで結構やったから、もうフライパンとかいろいろあの洗い物溜まってたんですけど、全部お風呂入る前に全部やったそうそうそう。でちゃんとあの生ゴミのやつもちゃんと変えたよ。いや当たり前、当たり前なんですよね。そうそう当たり前なんやけどそうそう、なんか洗い物まで仕切ってキッチンがこう綺麗になったらおーってなるんよでも相変わらずその洗い物するときももうあの YouTube 見ながらやってるんですけどね。もう YouTuber 肩身離さず生活に入れ込んでるんですけどそうなんか最近ちょっとね、そうそう料理とかとやろうブームでまだ簡単なやつばっかやから、ちょっと手の込んだやつとかもあればやりたいなって。手やれなかったって、ううん大丈夫。いやマジでもう俺ほんとにこれはもう親に感謝なんだけど、マジ体健康ちょっとやそっとのことで死なへんと思う多分。なんかなんだって人生最大の怪我もちょっとあのなんか外で遊んでる時にちょっと階段からダダダってこけて、でなんか膝がこんぐらいまあ全部すりむけしたぐらい、それぐらいなんですよね今までで一番。捻挫もしたことなければ骨折もなくて、なんかどっか塗ったとかも、そう体ね割と健康なんだよね。でこの髪の毛もこのブリーチ3回もしてるのにこの全く頭皮が痛くないっていうねでなんか眉毛のブリーチもしてんねんけど、眉毛の脱色も痛い人めっちゃ痛いらしいねんけど全く痛くなかったし、そう本当にね体が健康です。多分感謝だよね親に。思ったことないね、この自分がったことない。付き添いで
かもね、あんま引かへん基本。感謝。じゃあこれでいく。まあこれでも可愛いでしょ。で伸びてないから、ちょっともう節約も兼ねまして、まあまあやっぱ何、ネイルがそんなにゴテゴテじゃなくても、そのやっぱ証明したいなっていうこのネイルでもやります。もうね、こんぐらいだとね、着替えが楽なんよ多分なんかね、でっかいパーツとかめっちゃ爪伸びてたりすると、まあ、ネックレスとかは基本早着替えた衣装さんが全部つけてくださるんですけど、たまにブレスレットとかやったら自分でつけんねんけどさ、あの爪長かったり、もうネイルゴテゴテやったらなかなかつかへんのよなんでこんぐらいがちょうどいいですね。ダーラン、ちょっとまだ日程は決まってないんですけど、歌日程が決まれば歌番組はガチガチ、絶対もう過去一可愛いネイル。個人ファンクラブできるみたいだけど情報ありますか。ああ、それね、昨日も言ってたんだけど、あのマジで知らんから多分ごめんけど、ないけど、てかさ、どこに出てたん、36人が解説するけど、そう、なんかや、なんかやる、順次やるみたいなんですけど、今んとこマジであんま知らないので、多分ちょっと関係ないかもしれない。曲に合わせたネイル、そうだね、まあ衣装、曲と衣装かネイルやるかな。もうそのね、楽しみ。ちょっとあの知らない、うん、ちょっと知らないので関係ないと思う。そう、まあ、ちょっと本当に基本知らないことはあのマジで知らないので、はいすいませんが知りません。バゲットのリポーターも楽しみね、そちらも楽しみにしててください。お腹すいた、やばい。味噌汁飲みたい味噌汁飲みたい今。なんか逆に、逆になんか味噌汁とたくあんとさ、あのなんかさつまいもご飯とか食べたいねんけど
そう、なんかこの抜いたのね、塩抜きみたいなやったんですけど、その時に塩抜きレシピみたいなんで、さつまいもご飯、さつまいもご飯めっちゃ食べたいと思って、でもちょっともうあのさつまいも時間かかるじゃん、さつまいもご飯とかにしちゃったんですけど、さつまいもご飯っていうねワードを数日前に見てからさつまいもご飯今ねさつまいもご飯豚汁だね、豚汁とたくあんが食べたい、豚汁最高、もうね和食が一番おいしいんだからこの世の中で、なんね一番好きそうですけど、和食が一番好きだからね、本当に和食が一番好き。まあもちろんって言ったけど、韓国料理とか中華も好きなんで、もうあの全部大好きなんですけど、くれんよって言われたら和食が食べたい。ね、小学生の時に小6かな、そのぐらいの時にさ、あの豚汁とご飯を炊くで、調理実習って大体2時間分あるのね、授業時間かかるから、でその時なんかめっちゃ3、4時間目ってさ、いっちゃんお腹空いてるやんか、でねその3、4時間目の時にその調理実習やって、で自分らで作ったお味噌汁と自分らで炊いた、え、こえ美味しすぎないと思って、もうなんか思ったよねってぐらい日本食を愛してますよ。いや何がおもろいってさ、それが、あ、美味しい最高で終われるまではいいねんけど、3、4時間目が中だからみんな、え、さ、ちゃんとね、ちゃんともうあの一人前の味噌汁とご飯食べてたから、その日ばっかりはね、あのみんな急にちょっと、いや、さっき食べてみたいな感じだったから、まあ、5、6時間目とかの方がきつかったっけどね、給食食べ終わってからの調理実習みたいな。食べるとご飯は美味しいよね。うちの学校調理実習あるクラスは給食なしになっちゃった。マジ？でも俺全然全然給食も食べれたよねご飯大好き好きまんやからな。そうだからもうご飯大好き好きくんやから、もうね辛いよね、ご飯制限ってジョイジシで初めて作った粉吹き芋って何？俺天才シェフかもってことで死ぬ。え、でもランモンの学校もそこそこおもろいで、え、マジでランの言っちゃう初めの調理実習言っても、え、マジで聞いて、このね味噌汁とこの白米ご飯炊くのは割と最後の方で、あのランの学校は小学校5年生 5年生から調理実習が始まって、5、6年だけやってんけど調理実習あるの、え、小5のいっちゃん始めの調理実習ね、何したと思う？あの4人半やってんけど、4人で1つのグループやってんけど、あのもう出来上がってる長方形の羊羹をね4等分に切るだけでした。え、これって調理実習みたいな
やばくない？それでさ、みんなでさ、4等分にさ、明日羊羹みんなにさ、いただきますとかって食べんの？え、ごめんごめん。さすがに笑っちゃうからやめてって思いましたね。やばない？切るだけやで。え、切ってさ、それでなんかちょっと盛り付けするとかなるかなんか、まあまだわかるやん。シュールにも程があるんよ。そのもう元々出来上がってるその長方形の羊羹を。はい、なんかじゃあ、チョイジェッシュどうぞみたいな言われてさ、あの包丁で4等分に切るねん。え？みたいな。これは何の意味がある？みたいな。おもろすぎて今ね、覚えてるもん。面白かった。さすがに、さすがになんか、切るだけですか？みたいな。いいね、めっちゃおもろない？いや、羊羹美味しいよね。羊羹も好き。栗羊羹とか美味しくない？普通のも好きなんだけど、抹茶とかもさ、たまにあるよね。そら和菓子も好きやねん。割と好きだね。なんか一人暮らしするずれんねんけど、将来なんか一人暮らしするんやったら別に和室はいらんねんけど、あの一軒家建てるとかやったら絶対和室は欲しい。一部屋は和室欲しいね。あんこはつぶあん派、こしあん派って。こしあんだね。別になんかむ昔はつぶあんだねけど、最近はね別につぶあんやかって好きなのはこしあんかな。だからやっぱもうこしあんって感じ。和室いいよね。一部屋和室だから、なんか高級旅館とかもめっちゃ泊まりたい。高級旅館とかも泊まりたい。だから畳の匂いが好きなんよね。畳の匂いってよくない？実家もね、一部屋和室なんですよね。ああ、大阪の時は2階が2階に自分の部屋あったんですけど、まあ小学生なんてもうね行かないよね、2階の自分の部屋なんて。なんならちょっと怖いもん、行くの。暗いし。だからもうで寝てたかな、布団じゃなくて。でもなんかね、今はねその実家のさ和室になんか知らぬ間にベッド簡易的なベッドができちゃってて、この間帰った時はそこで寝たんですけど、ちょっとね変な気持ちになった。なんか和室やのになんかちょっとめっちゃ洋風の柄のベッドみたいなの置いてて、ええー、みたいな。そこで寝ましたけど、畳やのに畳で寝ずにベッドで寝てるっていうね。ちょっとマジで、ちょっと写真撮ればよかった、そこの一角だけ。え、めっちゃおもろいね。しかもなんかそのベッドはさ、なんかあの足がめっちゃ細いスタイリッシュな感じのベッド。和室にしかもね、あのドンってど真ん中にベッド、ちょっと置いててさ、なんかえみたいな。ちょっとね、めっちゃちょっとシュール。写真撮れりゃよかった。ちょっとおもろいねんな。でもそこで寝るしかないから、
でも今ね、今あの実家にさ、実家のね1階のリビングにはね、あの段ボールがなんか段ボール買って、あの中身全部生誕 T シャツなんだよね多分え、なんかそのさ、あの他のメンバーのファンの方とかが生誕 T シャツくれるのよ。でせっかくもらえたからと思ってもらう、全部もありがたく頂戴してもらって帰ってたのね、生誕 T シャツ。でももうさ5年も経てばもあの多すぎると思って、そうさすがにこれ全部は着れない、多すぎて。着てるのもなんかなと思ってさ、せっかくなんかだと思い出で、ちょっとなんか捨てるのもちょっと無理、なんかできないなと思って、あ、そうだ、実家に送っちゃえ。あの生誕 T シャツ段ボール5箱分ぐらい詰め詰めにして、うん、はい、なんでそうですね、あの生誕 T がいっぱいあります。最近も結構ね、あの結構増えてきちゃってるんですよね。ただは1個しかないからさ、それし、なんかもらって、まあそのもうね、どの道着ない、帰るのもまあいいのかもしれないけど、ちょっとなんかせっかくもらったらね、ちょっと嬉しありがたいなと思って持って帰っちゃうのよねでなんかそのさ、そのメンバーのファンの人が作った、買わないだよねあんまり。まあっていうこと、ランキングさん、ありがとうございます。12位かなさん、かなさんありがとうございます。10位おくっちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位大輝さん、ありがとうございます。7位ポンタくん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位あきりんさん、ありがとうございます。4位その先のオアシスさん、ありがとうございます。3位バディさん、ありがとうございます。1位マー君です、ありがとう。47位のモトさんです。ということで、皆さん今日も一日お疲れ様でした。いい思います。明日は公演、いや嬉しい、もう最近さ、もう公演が少ないからもう楽しもうないから公演が楽しみ、逆上がり楽しみたいと思いますけど、あの2月3日も私公演出るんですよ、逆上がりね。で久しぶりのポジションちょっと応募し、あのもう見てほしいのはもちろんなんますので、センター祭にあの来てください。なのでちょっと
食べていただければなと思います。そんな感じですね。じゃあおやすみ、バイバイ。